たいぐすーよーちゅーがなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。ゴールデンウィークも明日までとなりました。今日子どもの日の振り替え休日となりますので、お休みは明日までとなりますけれども、今年はこうお休みがね、前半と後半にこう分かれていたので、いろんなこうお休みの形があったかと思いますが、楽しい思い出を作れたという方、ゆっくり休んだという方、いやいやずっと仕事だったよという方もいらっしゃるでしょうね。皆様大変お疲れ様でした。子どもの日の沖縄羅針盤です。今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港の滑走路が一望できるレキオスラウンジ、先週に引き続き参議院議員の宝哲美さんをお迎えしました。おしゃべりのお相手は沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんです。宝さんは1954年生まれ、那覇市のご出身です。那覇高校卒業後、九州大学法学部、九州大学大学院へ進学。1988年には琉球大学法文学部助教授となり、教授、法科大学院院長を経て、2019年参議院選挙に出馬、初当選しました。国会議員として1期目の現在は外交防衛委員会に所属、また沖縄社会大衆党の委員長も務めていらっしゃいます。後編の今回は宝さんに、沖縄の基地問題から考える憲法と地方自治の在り方について伺いました。それではどうぞ。沖縄の話に移らせてください。2014年の知事選挙の前に翁長雄志さんという政治家が出てきて、そのことをおっしゃって県民の心を動かしたというのはありましたね。これはオール沖縄という言葉になったんですけども、うん、沖縄全体で共通 の、 あのテーマをしっかり持とうやという話をします、はい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 、これもう一回再構築しなきゃいけない、うん、ちょっと弱ってますよ正直言って。 今ねやはりあると思いますよ、そういう面はね、うん、ただやっぱりこう核となるものをね、うん、ちゃんとやらなきゃいけないという面では、まあ、再構築というか再確認というかね、うん、そういうものをやっていかなきゃいけないだろうと思います、ね、再確認のためにもいろんなテーマが出てきたと思っていまして、はいはいはい、まあ、この10年でも分かりやすくなってきたのはこの5年ですけども、うん、南西諸島の再軍事化、与那国まで自衛隊が配備されていく時代にあっという間になりましたね。なりましたね。これだからそこが今非常に恐れていることだというのは経験者の話ですね。1940年代の、43年、4年ぐらいで軍備が非常に沖縄に強化され、45年の沖縄戦が始まるという話になるわけですよね、うんうん、沖縄戦というのはそれをねきちんと引き止めておく重要な社会の役割で、だから右であろうとね左であろうともちろんそうですけど、この沖縄の軍備に増強についてはこれは行き過ぎでしょうというのが、うんまあ、石川のね、淀ましい石川の訓練場の問題にもそうですけど、やっぱり行き過ぎだということについてはもうここは強くあると思うんですね。うるま市の自衛隊訓練場の新設、うん、これを作るのに、うん、もう防衛省国はもう決めたという話をしに来たのが去年の暮れから始まっていたと、うんうん、そして諦めムードだった、うん、知事がいくら反対してもとだったんだけども、うんうんうん、自民党の県連が動き始めて、いやいやそれは違うという話になった時に、まあ再考しましょうという国に押し戻したということが一つ前例としてありましたね、はい、沖縄の総意として押し返したというのはすごくいい事例になってほしいと思ってるんですけど、はい、どうでしょう。いや私はなってほしいじゃなくてなるんだと思うんですよ、うん、なぜならね、うん、やっぱりこう県議会全会って誰も出席しなかったわけですよね、はい、でそこ行くと沖縄のいろんなところから、うん、例えばこれ石垣も宮古もねあるし、与那国もこれ軍事基地問題ありますから、そこの問題にまで広がってきますよということをやっぱり国会の中で言ってるんですね、うん、そういうそこだけの一部の石川の問題だけじゃないですよ、これはもう沖縄の中では飽和状態ですと、
だから先生からそういう見えるかもしれないけども、私少し見方違っていましてね、ウルマの問題は押し返す力がありましたと、僕はこれはね6月の県議会議員選挙というテコがあったからそのエネルギーになったと僕は思っていて、じゃあ他のところも押し返す力があるかといえば、そこはなかなかまだ全体の沖縄での総意を持って中央と向かい合えるかというエネルギーは心配、それはね、だから今私が言ってるのは、このいろんな形で決議に加わったね、自民党の方々が理念持ってなかったということになるわけですよ。そうするとこの時点で県議選が終わったとしても、ずっと続く問題なんですよ、この問題というのは。住民からすると、あ、なんであの時だけだったのというと、その時よりもずっと評判は落ちていくということなんですね。だから先生ね、今の話、中央の大きな、全ての権力権限を使って、国策を押し込んでいくという力と、沖縄社会が対抗できるかというところを今、我々は歴史的な場面にをもう目撃しているような気がしていましてね。はいはい、側面ありますね。これだから一番大事なところは、日本全国でこの自治権の問題がね、関係してるんだというふうに日本国民が思わないといけないわけですよね。で、沖縄で起きてるのは沖縄だけの問題だというふうに矮小化してしまうと、これもう地方自治の意味がなくなってくるぐらいの大きな意味なんだということに、気づかないと、そのまんままた国の統一的なね、この権力行使というような形になってしまうと、自県民としては現実問題をこう目の当たりにするんです、つまり普天間問題はこれ象徴のですけどね、こうやって最高裁で結論が出たと、工事が始まったと、沖縄県知事としては気持ちは全部伝えてあると、反対の意思も伝えてあると、しかしもう打つ手はなくなったという話のところ、ここからどういうふうに進んでいくというふうに先生見えているんです、落としどころ、結論は。結論はね、この最高裁の判決がこう出ると、じゃあ中身何だったのかということになるとね、国が解釈してやっていいんだっていうのとはまたちょっと違う面があるということですね。最高裁はこういう問題はもう形式的な判断の中ではこうするしかないといっただけの話でね、司法ではね、そう、司法では。だからやっぱり県民がそこの中で持ってるのは、憲法構造というのは結構ね、一つだけの方法じゃなくていろんな形で憲法を保障していくというのがあるわけですよね。だからそういう中で、要するに最高裁判所も一つの方法ではあると、で、あるいは住民たちの力、国民主権の力で変えていくという方法、あるいは耐えていくなり、で、やっぱり自治権というのは、自治というのは今の憲法の中の重要な9条と自治権だけが、地方自治だけが新しい項目としてバッと現れているわけですよね、今の憲法の中で。中身もちょっと違うんでしょうけれども、第何章という形でこの戦争放棄の9条と地方自治という第8章があって、やっぱこの力というのはね、なみなみの問題じゃないと思うんですよ。そこを沖縄の歴史から言うと、琉球政府のあった時代、この琉球政府の持ってた意味というのは、県民からすると沖縄、あるいはそれ以前の歴史の琉球時代の、歴史からすると、自治というのは今の日本の、中の自治というのは自治じゃないんじゃないかと、そうじゃないように、国がやるんだったらもう国の言うことは聞かないといけないんじゃないかというふうに言うのではなくて、沖縄の場合にはそれを違いますよと、これは自治権の侵害ですよと、で、自治権というのはこういうもんですよということで、やっぱり一つ一つのこの意見書ももちろんそうですけど、やっぱり島ぐるみという、言葉ずっとありますけど、やっぱりそういったぐらいの力を実は秘めてるんですよということを、この辺野古の問題というのはまだまだ出てくると思う、中央政府と、地方政府という言い方しましょう、都道府県という言い方、そこの関係性のことで日本社会の再構築に関わるような話なんだという話。ただ今司法がそういう判断したという時にですね、もう司法としてはここまでだと言った時に、あとはもう政治の話なんだと、国会の話なんだと、と言ってるわけですよね。国会の中でこのテーマで賛同いただけるのはどのくらいになりますかね。2割政党的に言うと、ここもやっぱ険しいですよね。険しいですね。だからやっぱり沖縄のこのいろんな軍事の状況に対して、何がそういうふうに
ある線を越えてるのかというと、やっぱこれは不平等でしょうと、行き過ぎでしょうという問題なんですよね。でやっぱりそういった時に日本の政治の中でもやっぱこれは行き過ぎでしょうというような感覚をきちんと捉えきれるかという問題ですよね、そこね。だからそこの中の訴えということになると思いますね。そうするとこの辺はやっぱり原理とかね、そういうものがむしろ私の方からすると生きるのかなという。研究者出身の高良先生はその論理の中で辺野古の問題がどういうふうな、まあ、10年後20年後になっていくかを見通しておられるんですけど、現実問題リアリティ持ってみるとこれどんどん埋めていってるので、まあ12年でできると言ってるけども、多分12年じゃできないかもしれませんけども、大きな社会変革がない限りは工事続きますよね。だからここ10年の間に日本社会がこう変わるぐらいな、あるいは東アジアの情勢が変わるぐらいなことが起きるのかって話だというふうに見えるんですかね。やっぱりね、そこはいろんな、まあ、さっきの日本のね防衛と外交の、ね、話になってくると、地方自治体がね、これは大田知事の時にね、アメリカでもこの沖縄の基地問題を訴えたわけですよ、アメリカ現地の方でね、はい、でやっぱりその時になんで沖縄県がそんなことやるんだと、外務省ずっとついてきたわけですよ。そうではなくて、外交は国の専権事項っていう言い方しますけど、そうじゃないんですよね。外交をしちゃいけないっていうのはないわけです、憲法の中で。地方が今姉妹都市だっていろいろあるわけじゃないです か、 だからそういうことをやることによって、ある意味、まあ、もう一つの国の安全保障とかね、そこに、ね、それは普天間のその代替施設と言っている辺野古の埋め立てのあの空間の軍事施設をが必要ない状況を作っていくんだという話をなされていますね。沖縄県庁デニー知事も今、はい、アメリカにワシントンにも毎年出向いていって、はい、まあ、訴えているわけですよね、このこと、地域外交室を加にして機能強化していくんだと、はいはいはい、県として 地方政府として外交していくことを強く、これを目玉政策にしていく、これどう評価なさる。非常に私は高く評価してますね。でそれ評価するのはね、なぜかというと、やっぱり沖縄の県民がそれを知らなきゃいけないわけですよ。地域で沖縄が外交することがどれだけ大きな意味を持ってるかということですね。でそのどれだけ意味を持ってるかというのは、県内の自分たちの思いだけじゃなくて、外からどう見てるかっていう、沖縄を、で沖縄という響き、あるいは琉球という響き、これもアジアの中では沖縄が予想している以上の反応を受けます。でこれ沖縄にはもちろん米軍基地があるっていうのがありますので、ここにずっと抵抗している住民たちがいると、この人たちがアジアの平和を今鍵かけてるんだよと、ここを突破できないようにね、ここにぶら下がってきちんと止めてるっていうことを評価しているのが ASEAN とかね、あるいはまあ中国もそういうのになるんでしょうね。だからやっぱりそういう評価が沖縄にあるんだということを沖縄の県民が知らないと、だから知らないということを知らないと大変なことになるので、もう本当にね、やっぱり知らないということを知ってないといけないわけですよね、あるいは知ってるということを知らないといけないですね。そういったところから言うと、やっぱり沖縄のこの地域外交室を持つポテンシャルというのは、私はむしろ日本の国益じゃないかと。日本が今こんな慌ててね、なんかいろいろやるようなものじゃなくて、もっと信頼を置くのが国益だと言ってるわけですから、日本の信頼を取るためにも沖縄が今力発揮できるんですよということをね、やっぱり今県民の私の方もそうですけど、こう気持ちとしては、具体的にはね、やっぱりこれだけ東油、まあ、からの時代ね、東の時代とアメリカの統治の中で、あるいは日本の復帰の中で、こういろいろこの三国のね大きな力をこの真ん中に集めてここにいるんだと。じゃあここで対立が起こってるんだったら、今こそ我々の出番じゃないかっていうような気持ちになるんだと思うんです。なってる方もかなりいると思いますね。その間を持つんだと。やっぱりその方向性っていうのをやっぱり県民がもっと意識をする、持つということが、この地域外交室のね中にあるし、万国診療っていうのが先人の知恵ですから、そこを生かしていくっていうのが沖縄の未来に、今の若い世代がねそれをね、ああこういうことがあったんだ、だからこうなんだって歴史を知りながら、そして未来はもっと全然違うものを構築していくということをね、やっぱり
考えていく、そして政治に関心を持つというのは今の現実の政治ももちろんいろいろあるんだけど、やっぱりこういうために自分は政治に向かいたいとか、ね、そういうようなことをやるのが一番重要かな。地域外交室の意味はこれからじゃあ、うん、長い目で見て沖縄社会のこれからのことですごく意味を持ってきそうだ と思います。はい、今、まあ、日本外交を見たときこれはもう一本筋ですよね。アメリカと一緒にやるということが間違いないことだ、ね、これ当たってもいるでしょう。いるけどもしかし怖い部分もあるというところの時に、ね、はい、外交というのはいろんな可能性を考えながらやるという話だろうけど、うんうん、なかなかその幅が日本は小さくなってるだろうなというのが僕はリスク、ね、はい、危ない部分であるじゃないかなと思うと、うんうん、そうすると地方が外交するというのは一つの、うん、まあ、価値とか もしかするとそこに望みがあるかもしれませんよね、はいはいはい、とも見えるんですがね、はいはい、そのことができるのは、まあ、沖縄とどうだろう東京都ぐらいですかね。いや東京でもできないかもしれないですよ、あの力が、うん、あのやれる、うん、沖縄はやれるかもしれんという、うん、はいはい、これは私もそう思いたいし、はい、それがまた日本全体のためにもなるんだというのが、うん、はい、それこそ地方自治含めて沖縄がやることが意味を持つわけですよね、はい、やっぱりなんですかね、この世界のうちなち大会もね、うん、見て分かるようにやっぱりそういうものをポテンシャルとして持ってる文化の力とかね、うん、それをきちんと生かしていくというのが今後ねアジアの中の反応だと思うんですよ。でそこを結びつけてくるとやっぱり沖縄の意義というのですかね、こう日本と結びつける架け橋というんですかね、そういったものに万国診療というのはまさになるんじゃないかと、そこに若者がいっぱいいるということだね、はい、この2年間またあの知恵の絞りどころだと思っていまして、はい、またいろいろこう憲法論議も含めてですね、はい、論議というか憲法審査会って実はメンバーなんですよ。それではなくてやっぱり国会がどう憲法上ね、うん、の位置づけ、なんで最高機関であって、そこの中の議論があまりにもね、低すぎるんじゃないかと、原理の議論がね、だからそれを常にまた発信して今法の支配をやたら聞いてますけども、はい、日本の育成も沖縄の育成も東京での活躍をまた、お祈りしてます。はい、またいろいろ頑張っていきます、はい、行ってきます。今日は憲法とそして、地方自治の在り方についてのお話でした。外交は国の専権事項ってこう、まあ、よく言われますけれども、いやそんなことはないと、地方でも外交はできるし外交してよいし、むしろ外交はすべきなんじゃないか、地方こそすべきなんじゃないかというお話でしたけれども、沖縄はこう地理的に軍事要塞化しても仕方がないとこう諦めるのではなく、むしろ地理的にアジアの国々と近い沖縄だからこそ、外交によって沖縄がアジアの平和を導いていく力があるのではないかと、沖縄県には地域外交を担う地域外交推進課というのがありますけれども、実は正式名称は上に平和がついてるんですよね。平和地域外交推進課なんですよね。万国診療という先人の知恵、今こそ生かす時ではないでしょうか。今週のレキオスラウンジは参議院議員の高良哲美さんと島田克也さんのおしゃべりでした。来週のレキオスラウンジには株式会社アレックス代表取締役会長の外間彰さんをお迎えする予定です。お楽しみに。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。先日東京でいろんな舞台を観劇してきたんですけれども、その中で一番印象に残った舞台の感想を今日はご紹介したいと思います。小松座の夢の涙という作品です。これは劇作家の井上久志さんが東京裁判三部作という足掛け6年をかけて書いたライフワークの一環です。敗戦で裂け目ができて人は涙を流し、かさぶたができたとして書かれた夢シリーズの第2弾。井上さんこんな風に語っています。私たち日本人はどうしてこうも心楽しまない日々を送っているのでしょうか。どうしてこうもどことなく不安な毎日を過ごしているのでしょうか。日本国は私たち国民が自らの手でその在り方を作っていくことのできる民主主義の国であるはず。
それなのにどうしてこうも何もかもがうまくいかないのでしょうかと。物語は東京裁判に関わることになったある弁護士一家の物語です。市民の側から描く東京裁判、そして敗戦後の日本、戦争を起こしてしまった権力の側だけではなく、それを止めることができなかった側の責任も問う作品です。非常にこう重いテーマなんですけれども、でもとってもお芝居自体は軽やかで、音楽も交えてユーモアもあってエンターテインメントとして楽しめるんですが、二十数年ぶりという上演、全く古臭さは感じず、むしろこう今の時代と重なりすぎてですね、ぐさ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 セリフが心に突き刺さりました。井上さんから私たちはさまざまなことにちゃんと向き合っているかとこう警鐘を鳴らされたような、そんな作品でした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中です。さらに Spotify、Amazon Music、Google Podcast にも連動していますので、お好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます。各サイトで沖縄羅針盤と検索してください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。